本協定はですね、災害対策基本法第5条および第30条に規定する災害が発生した場合の市町村が取る応急措置、救助に関する権限の一部を担うに類する福祉避難所の指定に係るものであります。その対象者は高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等で、令和元年9月現在、本村では対象者数6992人、うち、個別支援の同意をいただいている方が686人となっております。福祉避難所のですね、確保に関する協定書ということで、今回、省営会、森岡様とですね、協定書が、結ばれているということで、非常に喜んでおります。700名近くのですね、皆さんが、もしもの時には、そういったところをですね、頼っていきたいという、こういった状況もありますのでですね、これからもより一層我々も努力していきたいと思います。一つまた、省営会森岡様のご協力をよろしくお願いします。省営会はですね、まず手始めに、老人ホームを始めまして、それから、8年ぐらい前にも古江の里という居宅を居住する施設をオープンいたしました。その頃からですね、読谷村に災害とかな、もし緊急のことがあれば、私の方としてはいつでも OK する腹積もりではいましたので、改めてまた協定書と言われると非常に、行儀しいなという気持ちはしております。それはもう最初から腹積もりはしておりますので、もし何かあれば、ない方がいいんですが、あればぜひ我々省営会の方の施設を利用していただきたいと思っております。どちらの施設もですね、食住は揃っておりますので、安心してご利用いただけるかなと思っております。使用する機会がなければ大変嬉しいんですが、もしそういうことがあればぜひ気兼ねなくご利用していただければ嬉しく思います。一つよろしくお願いします。